おはようございます。福岡市立優先中学校の教師、下條正則先生。毎朝7時半頃に登校します。担当教科は理科。この日は電流の仕組みについて教える予定です。おはようございます。職員室で毎朝行われる朝礼。業務連絡から生徒の状況まで全ての職員で共有します。その後教室へ。下條先生は2年生の担任です。直列回路の電流の規則性ってありましたね。先生は教師になって9年目。こっちも想像していなかったようなことを考えたりびっくりするようなですね、発言があったりすると、この理科という教科を知って、楽しいなと思うし。授業のない空き時間もありますが、教材の研究やテストの準備などやることは山積みだといいます。コロナ禍もあって ICT が一気に加速して、そこがすごく大転換かなという感じがします。4限目が終わるのは午後1時。急いで給食の準備に向かいます。コロナ禍の時期に生徒に移したりしてもいけないというところで、廊下で食べるように。一緒に食べたいとか思わない？ないです。離れていても心ではしっかりつながっているようです。昼休みには生活相談などを行い、休む時間はありません。午後も2つのクラスで授業。時刻は午後4時過ぎに。帰りの会が終われば下校の時間です。部活の指導に男子卓球部の顧問。優先中学校の定時は午前8時10分から午後4時40分です。この時期の部活動は午後6時まで。部活動は教育活動の一環なので、顧問の仕事は時間外業務です。ただ教師には今から50年前に施行された法律により、時間外手当と休日勤務手当は支給されないと定められています。顧問の仕事は強制ではなく、休日の部活動の引率などには手当がありますが、平日はサービス残業やボランティアといっても過言ではありません。私自身は卓球の経験がなくて、頑張ってる子どもたちにはやっぱ一緒に成長していきたいなと思いますし、人の成長を見るっていうのはすごく教師冥利に尽きると言いますか、顧問として嬉しいことだなと思ってます。しかし教職員の世界ではこんな声もあります。顧問をしたくないと伝えると校長室に呼び出されてですね、で長時間説得をされたり、同僚からですね、あからさまに嫌がらせを受けるであったりとか、部活動顧問ですけども、長時間労働であったりパワーハラスメントの温床になっていると考えています。福岡県内の公立学校に勤務する教師5人は部活動問題に特化した教職員組合を設立。北畑さんは希望していないテニス部顧問を担当させられたことが原因で、一度教職の道を離れた経験があります。教員はですね、仕事量が非常に多いです。6時30分以降もですね、当然のように残って、仕事している教員もやりたい人だけがやる、やりたくない人は、しないっていうのが最終目標だと考えています。
こうした問題が起こる理由として考えられるのは教師不足です。今年1月に文部科学省が初めて行った実態調査では、昨年度全国の公立の小中学校で1701人が不足、一部の学校では授業が行えないなどの影響も。団塊世代の大量退職などが要因で、福岡県でも150人が不足という実態が明らかになっています。さらになり手不足も起きています。昨年度採用の全国の小学校教員試験倍率は 2.5 倍で過去最低となり、その中でも福岡県は秋田と並ぶワーストの 1.3 倍、福岡市や北九州市も平均以下です。こうした中、各自治体では元教師や主婦などを部活動指導員として雇用しています。優先中学校でも卓球部と野球部に配置されました。ただし生徒の安全や施設の管理などもあり、部活がある休日も学校へ出てきます。うちは1歳ちょっと の娘がいますので、はい、その子供の対応というかですね、妻にちょっと任せっきりも申し訳ないなと思うので、はい、どうしても休めないとなるとちょっと苦しくなってくるので、はい、今年6月、スポーツ庁の有識者会議が公立中学校の休日の部活動について地域のスポーツ少年団などへ段階的に移行する方向性を提言しました。文化部についても議論が進んでいます。その動きを受けて福岡市では地域移行の実証を先月からスタートし、早良区の高取中学校では男子ソフトテニス部などの休日の活動を市の委託企業から派遣された大学生が指導、教師が休日に出てこなくても問題ないか検証しています。九州大学で教育社会学を研究する教授は、地域移行は安全面や費用面などに課題があるとしながらも、教師の働き方改革は急務だと言います。まずは社会で学校の先生が何でも、責任があるというところをですね、一つ解放してあげるっていうのは大事かなというふうには思います。でそこをうまく地域や大学生も使ってですね、ボランティアも含めて共有していくということがおそらく多分大事になってきますので、何よりも大切なのは次世代を担う子どもたちの教育を充実させること。授業が楽しかったとか、自分も理科が好きでいろいろ教えてるので、そういうのを見るとすごく嬉しいなっていうふうに思います。共に成長する仲間というかですね、でもあり、いろいろなことを教えてくれる、まあ、先生みたいな、はい、存在でもあり、子どもたちの未来のために先生を支える、地域を巻き込んだ取り組みは始まったばかりです。